愛知県は大和哲也のやってるジムから来ました。ブラティネスから会社役員江崎重俊40歳。大和哲也直伝の強烈なストレートが武器。ダウンを奪いライズボアで勝利を挙げた。今回メイクなので2人盛り上げていただきたいと思います。対するはターゲット渋谷会社経営西田翔44歳。前回大会怪我を押して強行出場するも無念の KO 負け。この間の試合で俺16秒で負けたからな、悔しくてよ。今回はバイアリスだ。32秒持ってたよろしく。この一戦で真の強さを見せる。バリューオブエイジ、己の価値をリングで証明せよ。江崎重俊 VS 西田翔。それではただいまより本日の最終第11試合、70キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー172センチ、 67.1キログラム、ターゲット渋谷所属、44歳、会社経営西田翔。赤コーナー180センチ、 69.0キログラム、グラティネス所属、40歳、会社役員江崎重俊。レフェリー佐藤。さあ宮城実行委員長、はい、いよいよメインイベントでございます。はい、さあこの試合も超楽しみですね。そうですね、うん、西田選手は前回実は肉離れをもう試合の前日にしてしまいました。そうです。で強豪突破して出たんですけど、あ、そうだ、ね、まあ、それでまあちょっとまあ残念な結果になってしまったんですけど、はい、なるほど。それで攻めた結果でしたもんね。そうですね、はい、バーッと行きましたもんね。足がもう力が入ってない状態だったんですよね。なるほど。今日はじゃあ本調子ですかね。本調子だと思います。でも江崎選手は前回素晴らしい勝利を収めたんで、勝利でしたね、はい、大和哲也さんのジムからの参戦です、はい、楽しみな試合ですね。さあ始まりました。さあ江崎選手のこの攻撃はあれですよね、何でもできる感じですよね。そうですね、はい。お、ただ西田選手突撃です。おお右フック。これはどうだ。お、江崎選手立ったぞ。いや、よく立ちましたね。今入りましたよね。これダメージありますよね。 あると思いますよ。うわ、まあ、強烈な右だ。さあここも江崎選手はここ攻撃受けたくないですよね。そうですね、ジャブとかしっかりついてほしいですね。あ、今のいいですよ。そうそうそう、こうやって距離を取れば、距離を取ると江崎選手の距離です。ただ西田選手も顔を振りながら前に行きます。あ、ラスト、KO だ。うわ、いや、自己以上、これ最後の最後にすごい KO 見れましたね。これ、前回よほど悔しかったでしょうね。そうですね。いや、すごい強烈な強烈な右でした。1ラウンド1分3秒。いや、実行委員長どうでした、今の。いや、じゃあまあ本領発揮をしてくれて嬉しいですね。嬉しいですけど、いや、江崎選手も自分のいいところまで出す前にもらってしまったんで、ちょっともったいなかったですね。いや、江崎選手もめちゃめちゃ強い選手ですからね、はい、いや、これは相手のいいところを出させなかった西田選手の勝ちです。ただ江崎選手笑顔です。よかった。ダメージが少し心配ですが、あ、ただ西田選手はこれ
それではすごい勝利になりました。マイク聞いてみたいと思います。みんな勝ったよ。応援に来てくれた、まあ、家族だね、まあ、こう見えても子供7人いるから、嫁は1人な、嫁とやりすぎだな。本当すいません。あと社員のみんなと、あと EO の経営者のみんな、あとターゲットのみんな、応援とか、トレーニングしてくれてありがとうございました。でやっぱりこう親父になっても挑戦していることがすごく意味あるなと。で特に俺子供多いから、今挑戦しない大人多いでしょ。だからやっぱりさ、子供たちに良くないと思うんだよね、見せる背中として。だから俺頑張るわ、頑張って。あとはそういう意味で挑戦をやめてない、120円の元プロサッカー選手の阿比古君もね、挑戦してるっちゅうから、まあ彼もぶっ飛ばしたいなと思いますよ。やったろうじゃないですかね。まあこうやって親父の大会開いてくれてるんで、どんどんみんなで盛り上げていけたらな、子供たちにいい背中見せられるんじゃないかなと、生き生きする大人になるんじゃないかなと思ってますんで、また応援に来てください。ありがとうございました。いや、実行委員長、西田さん、すごく素敵なマイクされましたね。いや、もうはい、挑戦が大事だということで、はい、ビッグダディなんで7人お子さんいるんですね、はい、すごい。今後の西田さんも楽しみです。しかも阿比古さんと戦いたいということで、そうですね、はい、まあ、そこは伊藤代表に聞かないといけないことかもしれませんけど、ね、これはもう、はい、ぜひ見たいですよね。そうですね。いや、最後の最後まですごい試合でした、ライズボア。いや、宮城実行委員長、はい、本日振り返ってみてどういう大会でした？いや、ちょっと前回よりレベルが上がりすぎてて、すごく心配なのが、はい、参加するのにハードルが上がるんじゃないかなっていうのなるほど、はい、皆さん本当にすごくいい戦いをして、うん、はい、まあ、気持ちだけじゃなくしっかり技術だったり、うん、練習してきたことをリングの上に出してくれたんで、ちょっと本当にレベルが上がりすぎて、はい、ちょっと俺にはまだ早いとか思われちゃったらちょっと悲しいなっていう感じで、まあ、最後に西田選手も言ってましたけど、うん、まあ、挑戦してくれる方がいることがやっぱボア の、うん、リングなんで、はい、しっかり挑戦してくれる方が増やしてくれればいいかなと思いますね。なるほど、はい、ぜひこれを機に怖がらずにぜひ戦ってみたいという方はぜひね、はい、ライズボアにこれからも参加していただきたいと思います、はい、いやでも本当に2回目の選手もいましたし、初参加の、はい、選手もいましたけど、本当にいい試合、ね、そうですね、はい、前回出てくれた方がすごく光ってくれてて、はい、ちょっと嬉しかったですね。いや、はい、そうですよね。もうメインの西田さんもそうですけど、はい、ストーリーがありますよね。前回負けても今回で勝って、はい、こういう風にいいマイクにつなげることができますし、あとクレイジードクター沢井さんもね、すごくインパクトありましたよね、うん。いやー、よかったですね、60キロのタイトルを、うん、いや、ぜひぜひ作れたらいいですけどね。ぜひ、ね、まあ、僕らもこうワンマッチだけじゃなくてしっかりベルトを作りたいなっていうふうに思ってボアを発足したんで、うん、はい、ぜひどこの階級かはまだわからないですけど、うん、はい、盛り上がる階級でまず一発目タイトル作りたいですね。うわー、これじゃあもうライズボアこれからもだんだんタイトルもできてどんどん盛り上がっていくってことですね。盛り上げていきたいですね。いやー、来ます。いやでも今日のこの盛り上がりあったらまた第3回もすぐ見たいですよ。そうですね、はい、ぜひ参加者を楽しみにしててください、はいはい、ということで、いやー、宮城実行委員長本日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで皆さんライズボアぜひですね参戦、そして、観戦にもぜひお越しいただきたいと思います、はい、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。